あんな場所にタグが4隻もいる。ということは何かあるなと。気がついたらドックの扉が開いてました。ということは船がドックから引き出されてくるということになるんですが、現在 JMU 呉事業所で建造中の船というのは巨大なタンカーになります。ということは、あの見えているタンカーが出てくるんだろうなという予測は立つのですが、まあ大きなものをね、動かす時というのは準備とか安全確認とかそういうものに時間がかかるものです。なので待ってました。ちょっとじゃないですね。かなり待ちましたね。そうやって待っていますと、